ローザンヌにある IOC、本部国際オリンピック委員会は、近代オリンピックを主催する団体であり、またオリンピックに参加する各種、国際スポーツ統括団体を統括する組織である。本部は、スイスローザンヌのオリンピックハウス、2009年に、国際連合総会オブザーバー資格を得たため、国際機関の一つと思われがちだが、非政府組織の非営利団体であり、その運営資金は、 主に放映権料販売とスポンサーシップ収入による1894年にピエールド・クーベルタン男爵が近代オリンピックの設立を提言しオリンピックを通じて世界平和を実現しようと訴えた IOC は各オリンピック大会を運営する各大会組織委員会の親組織で逸話の商標、過去の大会の映像などの著作権その他の オリンピック関連の知的財産権を国際的に保有する唯一の団体である。またオリンピックに関するスポーツ競技大会以外の活動も含めた、いわゆるオリンピックムーブメントを運営統括する団体でもある。さらにスポーツ振興のための国際組織として、国際競技連盟とも非常に密接に連携しており、また IOC の下部組織である、 国内オリンピック委員会を通じて世界各国のスポーツ振興にも力を注いでいる IOC の公用語は第一言語としてフランス語次に英語で IOC のすべての会議はフッツェに過酷語で運営されるフランス語と英語で解釈上の疑義や祖語が生じた場合はフランス語での解釈を公式にするまたオリンピック参加は国際式典において 国家と同様の扱いを受ける。オリンピック招致を望む意思のある都市は IOC に立候補を申し入れ、IOC 総会で IOC 委員の投票によって決定される。ソウルオリンピックの決定では一部の IOC 委員が買収されたスキャンダルが明るみに出たため、2001年に就任したジャック・ロゲ会長の主導により、公開投票による公正な選定プロセスが導入されることになった。 国内オリンピック委員会がある国に居住するものの中から国ごとに1名、ただしオリンピック運動が盛んな国やオリンピック、開催経験がある国からは2名が IOC 委員として任命される。この IOC 委員で組織する IOC 総会が IOC の最高意思決定機関となる。IOC 総会によって IOC 会長、IOC 副会長、理事会理事、会契約が選出され、 これらのもので理事会を構成する。理事会の下には各種委員会が組織される。委員会のメンバーは IOC 委員以外からも選任されることがある。IOC 理事会は IOC 会長1名、IOC 副会長4名、理事10名の計15名で構成される。任期はそれぞれ4年で IOC 総会において選出選挙や再任選挙が行われる。 以下は IOC 公式サイトによる2014年2月、現在の IOC 理事会、詳細は国際オリンピック委員会委員一覧を参照 IOC 委員は IOC 総会の土に選出及び再任される。IOC 委員の定員は115人で定年は70歳、定員115人のうち国内オリンピック委員会、会長、選手委員、国際競技連盟会,会長が、 それぞれ15人以下の人数が入ることになっている。2012年6月現在、IOC 委員の数は111名。地位、肩書等はいずれも当時のもの。IOC 承認国際競技団体連合に国際競技連盟が加盟している。スポーツこの他に承認競技ではない競技も含む IOC 公認団体国際競技団体連合に国際競技団体が加盟している競技がある。 正式競技は、夏季オリンピック、冬季オリンピック、夏季オリンピックの競技一覧、冬季オリンピックの競技一覧を参照へ、インターナショナルフェダーシャンズ、IFA、ナショナルオリンピックカミーティス、NOC、ありがとうございます。